皆さんこんにちは、加藤です。今回は青山哲也さんについてお話ししたいなと思います。でまず最初にですね、今回の事故に関してですね、被害に遭われた方が、いらっしゃるということで、その被害者の方とそしてその関係者の皆さんにですね、彼の医療大麻の裁判をですね、応援というか、署名したりしてきた人間の一人としてですね、謝罪したいなと思います。本当に、申し訳ございませんでした。でですね、ここからはですね、青山さんのこの事件についてどう思っているかについてを、お話ししたいと思ってるんですけれども、まず一つ、重要なことはやはり彼のね、医療タイムの裁判を応援してきた人間はですね、まず被害者の、皆さんにですね、謝るべきなんじゃないかなと僕は思っています。でですね、例えば、高木沙耶さん、そして増田貴先生、このお二人はですね、外国人記者クラブで青山さんと一緒に、医療大麻の、必要性を、訴えました。でね、その、外国人記者クラブでの会見がですね、本当に素晴らしいものだったと僕は思っています。で本当にね、歴史的に価値のある、記者会見だったと思います。でね、その会見はですね、いわゆる大手メディアっていうんですかね、地上波テレビなんかではですね、一切、取り上げられることはなかったんですけれども、今はね、無視、いろんな事情でね、相手されなかったとしても、日本のね、大麻合法化これから間違いなく進みますので、その時点において必ず記者会見が注目されることとなると思います。ですので高木沙耶さん、そして正隆さん、そして、他の関係者の皆さんもですね、もちろん、青山さんに対してね、裏切られたと、ふざけんなという気持ちは、失望したという気持ちはですね、持って当たり前だとは思うんですけれども、まず最初にですね、被害者の皆さんにですね、すいませんでしたと謝ることが重要なんじゃないかなと思います。でですね、今回のひき逃げ事故と大麻の、裁判は一切関係ないんだと。で青山っていう人間の人間性に問題があるからこのような問題になったんだと、別問題で話し合わなければならないみたいなことを言ってる人はいるんですけれども、僕はね、全くそうだとは思いません。でなぜならですね、事故を起こした青山さんが逃げたっていうことは、当然ですね、その事故当時大麻を吸っていた、もしくは大麻を所持していた、もしくは自宅等の場所にですね、大麻を隠していた、持っていたと疑われるのはですね、自然ですよね。そう疑わない方がおかしいですよね、世間的には。なのでそれで大麻の裁判中であるけれども関係ないんだというのはですね、無理があるんじゃないかなと思うんですよ。で大麻を合法化するといった場合にですね、多くの人が心配しているのは、大麻合法化に反対している人たちが心配しているのは、例えば交通事故が増えるんじゃないかといったことをね、心配しているわけですよ。でそれに対して我々ね、大麻合法化に賛成している人間はですね、どういった対策、もしくはどういったことが起きるのかってことをですね、丁寧に説明していかないといけないと思うんですよ。なのにですね、医療大麻の裁判中だった人間がですね、ひき逃げ事故と起こしてしまうと、で当然大麻の使用や所持を疑われてしまうというケースが起きたわけですから、ここでね、関係ねえんだとね、それまで医療大麻の、裁判応援したりしてたけど、もう関係ねえとね、こいつがただやばいやつなだけで大麻関係ないよみたいなことを言うのは、世間的っていうかね、普通に大麻に興味がない人たち、大麻をよく知らない人たちからしたら意味わかんないと思うんですよ。なんでやみたいな、仲間じゃなかったのって言いたくなると思うんですね。で今回のひき逃げ事故をね、きっかけにですね、青山さんも応援できないと、これ以上関わりたくないという方もですね、当然いると思うし、それはそれでいいと思うんですけど、僕はですね、やっぱり一度署名したと、彼の活動を応援したと、そういうことを表明した以上はですね、彼が反省して、被害者に謝る等のことをですね、ちゃんとやるまではそれを
見届けないといけないといけないと思うんですよ。でやっぱりね、大麻合法化の問題っていうのは社会問題ですから、不特定多数の人たちに向けてメッセージを発信することが重要だと思うんですよ。なのでやはり高木さん、増田高先生、そして署名をした人間ですよね。でこれからも青山さんを応援していこうと、支えていこうと思っている方はですね、やはりしっかりと被害者に謝る、ことがですね、重要なんじゃないかなと思います。でね、今回、青山さんはですね、医療大麻の合法化の裁判をやっていたわけですけれども、本来僕はですね、嗜好用大麻の合法化の活動をしてるんですよ。で、医療用大麻の合法化について、距離を置いていたのはですね、僕は医師ではないと、専門性がないということと、単純に僕は吸いたいだけで、嗜好用大麻をね、大麻をお酒や、タバコと同じように楽しみたいと、嗜好品として楽しみたいということで活動してるわけですから、あんまりね、こう近づいちゃうと相手に悪いかなと、医療大麻を合法化しようとしてる人たちに悪いかなと思って、できるだけ距離を取るっていうか、距離を取らないんだけど、迷惑をかけないように気をつけてきたんですよ。なんだけど今回のこのひき逃げ事故、青山さんの件に対してこれだけ発信してるのは、完全にね、これ嗜好用大麻合法化の問題の中の重要な部分だからなんですよ。これは我々嗜好用大麻合法化活動家の抱える問題の一つなんです。大きな問題の一つなんです。これは我々の問題でもあるんですね。なのでやはり嗜好用大麻を合法化するとなると交通事故増えるだろうと、人死ぬだろうとっていう話になりますよね。で、そういうふうに疑うとか心配する人が出てきますよね。でそれに対してどうするべきかということを発信しなきゃいけないわけで、こうやって青山さんが、でそれで現実にこういった大麻の使用や所持を疑われるケースね、分かんないですよ実際どうだったか、疑われるケースが起きてしまったということは、やはりそれに対して意思表明をしないといけないし、被害者に謝罪をしないといけないと僕は思っています。で今後ね、事故に遭われた方に何かできないかなっていうことは考えていこうかなと思ってるんですけれども、それは別のね、動画で話そうと思っています。でね、もう一つ、青山さんが今回、捕まったわけですけれども、高木沙耶さんが以前大麻の所持で捕まったじゃないですか。でその時に僕はふざけんなと、なんで捕まるんだみたいなことを言ったんですけど、その時でもやはり続けてほしいと、せっかくね、選挙にも出たし、正々堂々とね活動してたんで、捕まってしまって残念だけど、続けてほしいということを僕はね、動画で伝えたんですよ。メッセージを発信したんですね。なんでちょっとね、その動画を1、2年前かな、2年ぐらい前なのかな、ちょっとここで見てください。皆さんこんにちは、加藤です。今日はですね、12月29日に放送されたバイキングザゴールデンで坂上忍さんが高木沙耶さんにインタビューを行った件についてお話しさせていただきたいなと思います。で今ちょうどバイキングの映像を見たんですけれども、高木沙耶さんは今後大麻合法化の活動を行うつもりはないというお話をされていました。一線から退く話だそうです。で実は高木沙耶さんと、僕で関わりはないんですけれども、ちょうど2016年に彼女が参議院選挙に出馬した時に実は取材を受けたことがあって、でそのことについてお話させていただきたいなと思います。ちょうどまだ僕が南千里にあるラーメン会で合法ヘンプラーメンを売っていた時なんですけれども、朝日芸能の記者さんがいらっしゃいまして、で高木さんのこと知ってますかっていう感じで取材されに来たんですね。とても感じのいい方で少しお話させていただいて、でその時に彼女は医療大麻を合法化を推進しようとしているそうですという話で、
まあそれいいんじゃないですか、頑張ってほしいですね感じで答えました。でその中で、記者の方がその高木さんも、実際に吸っているという噂というかそういう話もあるみたいなんですけど、そこについてどう思いますかって聞かれたんですね。で僕は大麻、の全面解禁というか医療用も嗜好用も合法化するべきだと、いう意見を活動している活動家なので、ちょっとそこは意見が違ってて、で、まあ、医療大麻医療大麻っていうのはいいですけど、実際に、もし本当に吸っててね捕まったらかっこ悪いですよと、もう最初から吸いまくりたいと、嗜好用として楽しみたいと言った方がいいんじゃないかな、本当に大麻の、素晴らしさを訴えるとしたらその方がいいんじゃないかなっていう話をさせていただいたんです。でそしたら案の定捕まってしまって、で世間からは、まあ、あまりいいイメージがなく、しかも、大麻合法化に活動自体はもうやめると、捕まって、みんなに迷惑かけたらやめますと、まあ、ある程度その大麻医療大麻っていうものを世の中に広めれたので、まあ、やることはやったんじゃないかなみたいなことをおっしゃってましたけれども、まあ、もちろんねそういうところはあると思うんですが、もう一押しですね、悪くない私は悪くないと言ってほしいなと正直思いましたし、もうガンガン吸いまくって行こうぜみたいな開き直るような態度が欲しかったなと思うんですけど、まあそこは少し残念です。もちろんね大麻自体は日本では違法なものなので、でそれをまあ進めていくっていうのはどうかな、進めていってはいけないと思うんですけども、日本人は、ね、法律を変える権利がありますので、もちろん憲法も変えていく権利がありますので、今後はですね僕ら大麻の効果を嗜好用も医療用も含めて活動していきたいなと思っています。はい、でこの通りですね、高木沙耶さん当時はもう大麻合法化をやめるとおっしゃってたんですけれども、それからもう一度大麻合法活動に、ね、関わってくれるようになってきて、今ではですね日本のメディアが注目する大麻合法化といったら高木沙耶みたいな感じで注目する人物なんですね。でさっきも話しましたけど、外国人記者クラブでの会見、増田先生、青山さん、高木さんの会見はですね本当に素晴らしかった。あの会見で何か問題があるとしたら教えてほしいと思いますし、ああやってですね今まで外国人記者クラブで堂々と医療用大麻の必要性を、ね、訴えた人たちはいないわけですから、あれは歴史的な快挙なわけですよ、ね、あれをやって1円ももらえるわけじゃないじゃないですか、ね、もらえないですよね、あれやってもね。そういった意味でもやっぱり正々堂々と戦ってきたと。で今回青山さんが、まあ、こういった事件起こしたと正々堂々としてないですよね、非常に情けない事態になったわけですけれども、それでもやっぱり僕は高木沙耶さんと同じように、まあ高木沙耶さんはねひき逃げは事件や事故は起こしてないんだけれども、やっぱり青山さんにはですね、まあ、実刑になって戻ってくるのは遅れてしまうかもしれませんけど、間に合えばね、もう青山さん戻ってきた時にはもう大麻が合法化されてるなんてこともありえるかもしれないですけど、間に合えば一緒にねもう一度大麻合法化の活動してほしいと思いますし、彼を擁護するというのはですね、もっと詳しく言えばですね、彼の反省を手伝うと、被害者への謝罪を手伝うと、そういったことを僕はやっていこうと思ってます。そういう責任を我々は取らないといけないと思う。やっぱり大麻合法化と言ってるわけですから、でいわゆる仲間がですね不祥事を起こしたんですから、もちろん例えば強盗をしたとかね、そういうのだったらかばえませんよ、さすがに。まあ謝罪はすると思いますけど、かばいはしませんし、さすがにねもう大麻合法化活動に戻ってきてほしいとは思わないんですけれども、まあ、ひき逃げ事故ということで事故事件ということで、まだね
彼の不注意でね起きてしまったものだと思うので、僕は個人的には彼に反省してもらってね、青山さんに反省してもらって、もう一度戻ってきてほしいなと思っています。これは何回も言いますけど、彼の犯罪行為を肯定するものではないし、とにかく反省しろと、ね、罪を償えって、でそれを手伝うということですから、罪を償うのを手伝うということですから、あそこはね誤解してもらいたくないなと思います。はい、まあそんな感じでですね、言いたいこと全部話したかな。はい、まあ、今回は以上です。皆さんね、僕と違う意見の方がいても全然いいと思いますし、僕の意見がおかしいと思うか、僕の意見がおかしいと思う方はですね、ぜひ、コメント欄とツイッターでね、教えてくれたらな、教えてくれたら、ぜひね、意見交換したりしたいなと思います。まあ、とにかくね、本当に被害者の方、申し訳ございませんでした。はい、今回は以上です。